どうも、旅するベジハウスです。2018年から、マイペースではありますが、始めてきた旅するベジハウスの、YouTube チャンネルも、今回の投稿で、100本目の動画となりました。旅するベジハウスでは、釣りなどのアウトドア、地域のこと、農家の暮らしなど、Vlog を中心に、発信してきた、旅するベジハウス、ではありますが、100本目を迎えた今日、今後の YouTube 活動について発表させていただきたいことがあるので、発表させていただきます。ヒデさんや他のメンバーとも話し合った結果ですね、やはり今後の活動につきましては、ご視聴していただいている、皆様にまず発表することが筋だということで、いう意見で一致しまして、ただ、底辺 YouTuber といえども、農業、釣り、DIY から、自然の中で過ごすライフスタイルをですね、鹿児島から発信していこうという気持ちは、今後も変わらないんですけれども、今回ですね、皆さんに発表させていただくことになった大きな理由としましては、本当に発表させていただきたいという気持ちがすごく強かったということと、絶対に発表するという信念が交差していたということだったんです。農作業がですね、忙しくなってきたこともあったり、それで発表するなら、100本目の今日が発表するいいタイミングだということで、今後の活動について発表することに至りました。おそらく皆さんに、発表するベストタイミングではないかと思っています。メンバーであるヒデさんもいろいろ思うことがあると思いますが、どうですか？発表っていう発表じゃないんですけど、発表しない発表っていうか、発表をさしないでさ、普通の生活に戻るっていうわけにはいかないと思ったんで、発表します。これを発表することでですね、もちろん賛否両論あることはもう覚悟しております。発表自体を好まない人も多くいる、こういうコロナの自粛が多い中ですね、いろいろ、発表というものをやっぱりですね、行い自体ができてないこと自体、皆さんにご迷惑をおかけしかねないと思ったので、今日発表することとなりました。ただですね、今後の YouTube 活動発表、今後の YouTube 活動を発表させていただくことを皆さんにはご理解していただきたく、今後も発表後もですね、旅するベジハウスのチャンネルを楽しんでもらいたいと、心から思っております。